だから学びのための学びなんて知ってる暇はないんです。いつか使う、ジャストインケース、いつか使うための学びなんて知ってる暇はないんです。実践した上で足りないことを知り、そして学びたいと思い学ぶこと、真摯に学ぶことが重要です。そして学びます。学ぶと何が起こるか。自信がつきます。できなかったことができるようになったんだから、今度はできるぞってなります。実践し、自分に足りないものを理解し、学ぶ必要を感じ、学んだから自分ができなかったことができるようになった。そうすることで、まず間違いなく自分は1段階成長します。必ず、分からなかった時点よりは必ず成長することができます。要は、できないことを理解した上で学ぶから、初めて本当の学びですよね。人生振り返ってみてください。うまくいかないってことを気づいてからの学びと、学ぶための学び、全く違うでしょう。ものが違います。うまくいかなかった失敗体験から来る学びは忘れることはありません。自分の血肉になります。なぜなら、非常に情けない思いしてるから。二度とこんな目に遭いたくないからです。それを学んで何回も繰り返す人もいるんですけど、学び、そして自信がつきます。自信がつくから発言します。だってできるようになったんだから、俺にやらせてくれよ。発言するから結果が出ます。結果っていうか、何がしかの結果ですよね。それがお金になるのかチャンスになるのか分かりませんけれども、つまりこれで全部回ってます。全部これで回ってます。なので、この中の要素をどれか書いてもバランスの悪い人生っていうか、非常に不安定なことになります。例えば、今ね、ほとんどのセールスライターさんに起こっていることは、実践の場が与えられません。実践の場が与えられません。ですので、最初は発言します。発言したけど、何言ってんだバカ野郎、突き返されます。